ようございます。ソッタローです、オーストラリア横断1万キロの旅、今日で8日目に入りました。で、あとウルル滞在2日目にもなります。で、2日目の今日は、朝ですね、6時ぐらいにキャンプ場を出て、朝日を撮りに、カタジュタに朝日が映るのを撮りに、カタジュタの、朝日展望台まで、来ています。で、向こうに見えるのが、まあ、ちょっとだけしか見えないんですけど、あれがカタジュタで、ここをずっと上に登っていくと、向こう側に、まあ、200メーターぐらい向こう側に展望台があって、で、そこから、朝日と、カタジュタ撮ってきました。で、今日の予定はですね、カタジュタの散策ですね。で、カタジュタの散策は、まあ、ウルルと同じぐらい多分時間がかかると思うので、まあ、今9時前ぐらいなんですけど、まあ、なんとか夕日に間に合うぐらいまでには散策を終わらせて、で、また夕日を、カタジュタの夕日を撮っていきたいなと思います。朝日、まあ、ウルルと、カタジュタの両方の朝日を、まあ、見た感想としては、まあ、個人的にはカタジュタの方が見応えがあるんじゃないかなと思います。まあ、ウルルはちょっと太陽の角度的に、まあ、ウルルに映る朝日が結構影になってて、全体が赤く映ることはあんまりなくて、まあ、ちょっと思ってたのと違ったなと思ったんですけど、まあ、カタジュタの方は、まあ、岩の形が結構複雑で、まあ、そこに、朝日が照らされて、まあ、結構見応えがあるいい景色になってました。じゃあ今からちょっとご飯食べて、すぐ、カタジュタの方に向かっていきたいなと思います。というわけで、カタジュタ一つ目の観光地ワルパゴージ今行ってきました。なかなかすごかったですね。で次が、まあ、メインと言っていいんじゃないですかね。次が風の谷バレーオブウィンズっていうところに今から行ってきたいなと思います。まあ、多分ナウシカを連想させるような系になってるんじゃないかなと思うんで、すごく楽しみです。じゃあ行ってきたいと思います。はい、風の谷から、帰ってきました。で、風の谷を、一周するコースを歩いたんですけど、トータル4時間ちょっとぐらいかかりました。まあ、一周した感想的には、まあ、一周しなくてもいいかなっていう感じですね。まあ、ビューポイントみたいなところが
あったんですけど、まあそこまで行ったらもう引き返してもいいかなっていうぐらいで、まあ歩くのが好きな人は一周したらいいんじゃないかなと思います。でビューポイントはまあすごく綺麗で、で結構いい写真とかまあ動画も撮れたと個人的には思います。このカタージュターなんですけど、まあ朝に行ったワルパーゴージとあと風の谷、まあ2つ主なコースが分かれてまして、でまあ午前中に風の谷をまあ散策行った方がいいかなと思いました。まあなぜかというとちょっと疲れるんで、疲れる方先行って、でワルパゴージはまあ往復 2.6 キロで、まあ往復1時間ぐらいで済むかなっていう感じなんで、そっち後で行ったらいいんじゃないかなと思いました。で今はですね、ちょっと離れたところの、サンセットビューポイントというところで、今日夕焼けに照らされる片蓋をちょっと撮ろうかなと思って、こういう感じで、準備してます。じゃあまあこれこの後、まあ太陽がもうちょっと沈んだら撮っていって、でその後はまあキャンプ場に戻って、まあ、昨日と同じキャンプ場ですね、そこに戻ろうと思ってるので、そこでご飯食べてもう今日は終わりです。じゃあまた、もうちょっとしたらですね、写真撮っていきたいなと思います。